あんたといるとなんか妙な感じになる。安心するっていうか、とにかくホワってなるんだ。でもホワッとなりすぎてすげえ眠くなったりするんだよな。せっかくあんたと一緒にいるのに、なんかもったいね。あんたが忙しいのはわかるけどよ、たまには俺の相手もしてくれよ。あんまり放っておかれてるとちょっと寂しいからさ。本当か？でもあんた今忙しかったりとか。俺別に文句言ったわけじゃねえんだぜ。ただちょっと寂しかったから言っただけで。本当にいいのか？そっか、ありがとな。それじゃあどうする？出かけるか？それとも疲れてるなら部屋でゴロゴロするか？あんたのしたいことでいいぜ。あなたにとって私よりもっと重要な人ができるわ。私といるよりもっと大切なことができる。悪いことじゃないわ。それでいいのよ。あなたの世界は広がるの。あなたは自分の魅力に気づくわ。あら、私はもう気づいているわ。あなたの魅力に。あなたは魅力的よ。私の自慢の妹だもの。あなたが自分の魅力に気づけば、みんなもあなたの魅力に気づく。もっと好かれるようになるわ。好かれたいと思うのは自然なことよ。あなたには好かれるだけの魅力がある。
かれるわよ。みんなあなたを好きになる。でも、たまに思い出して、私のことも。私もあなたを好きな一人なのよ。だから、忘れないでね。あなたを好きな私のこと、忘れないで。そんな風に言ってもらえるのも今だけね。今だけはあなたを独り占めできる。子離れしなくちゃいけないお母さんの心境よ。寂しくて、でも嬉しいの。あなたは大人になる。大人になって私を忘れて。間違ったわ。忘れないで。私を思い出してね。
私はあなたを愛しているのよ。大好きよ。忘れないで。あんた、いつからそこにいたんだよ。ああ、いや、その、ちょうどあんたのことを考えてる時に会ったからよ。すげえ驚いたっつうか、嬉しかったっつうか。どうしたんだ？いきなり寄りかかってきて。ああ、別に嫌じゃないぜ。ただ珍しいと思ってよ。背中じゃなくて正面に来いよ。そうしたら抱きしめてやれるからさ。せっかくあんたが甘えてきてくれてんだし、思う存分甘やかしてやりてんだよ。あんたか。まあ、大丈夫だぜ。ちょっと仕事が立て込んでて疲れてるだけだからよ。もう少しで大きな案件が片付くから、そしたら少し休めるしな。まあほら、そんな顔すんなよ。本当に大丈夫だぜ。倒れる前にはちゃんと休むようにするから、約束するから安心しろってな。大丈夫か？疲れてるっていうか、なんかこう元気ないだろ。そりゃ気づくぜ。他の誰でもなく、あんたのことなんだからよ。あんたが元気ないと寂しいし心配だけどさ、それ以上に元気ないのに元気なふりされる方が俺って頼りねえのかなって思っちまう。せめて俺の前では無理しないでくれよ。めちゃくちゃ腹減ったぜ。あんたも腹減らねえか？俺はすっげえ減った。食堂行ってなんかつまんでくっかな。
おう、そうしようぜ。人参料理があるといいな。まあ、なくても作らせりゃいいことだけどよ。ゲームに付き合ってくれね。あんたとゲームで遊びたいんだな。いいだろ。今は忙しい。そっか、なら仕方ないよな。今度あんたが暇な時にでも遊んでくれよ。約束だぜ。どうしたんだ、いきなり寄りかかってきて。まあ別に嫌じゃないぜ。ただ珍しいと思ってよ。背中じゃなくて正面に来いよ。そうしたら抱きしめてやれるからさ。せっかくあんたが甘えてきてくれてんだし、思う存分甘やかしてやりてんだよ。あんまりフラフラすんなよ。なんでって、危ないだろ。いろいろと、いろいろはいろいろだよ。あんたももうずいぶん長いことここにいるんだし、わかるだろ。いろいろ危ないもんがあるってことくらいさ。どうしたんだ、いきなり寄りかかってきて。まあ別に嫌じゃないぜ。ただ珍しいと思ってよ。背中じゃなくて正面に来いよ。そうしたら抱きしめてやれるからさ。せっかくあんたが甘えてきてくれてんだし、思う存分甘やかしてやりてんだよ。仕事がきれいに片付くとなんかすっげえ気持ちいいよな。こう終わったーって爽快感がさ。それにあんたと一緒にいるにしても、仕事抱えた状態より全部片付けた状態の方が気持ちいいしな。え、気持ちいいっていうのはちょっと違うか。仕事のこと考えたりせず、あんたのことだけ考えていられるからさ。本当ならいつでもそうしたいんだけど、さすがに無理だからな。すっげえ嫌な夢見たんだ。あんたがいなくなっちまう夢。なんであんな夢見たんだろうな。あんたはここにいてくれてるのにさ。また買い物か。だるいな。今は特別にだるい。まったく意味のない会合を続けているんだぞ。君は飽きないのか。君は何でもすぐになれるな。大した適応能力だ。私は飽きたよ。会いたくもない奴らに会い、話したくもないのに話す。だるいことこの上ない。ああ、つらい。ここにいる間は好きにお茶会ができない。
足りない、全然足りない。それに紅茶とはお茶会で飲むものだ。会議の片手間に飲むのは本物の飲み方じゃない。ブラッドも大変なんだな。俺も辛い。会合中ってよその組織のやつもいるだろ。揉め事起こさないって辛いぜ。僕も労働時間が延長されてるみたいで辛いよ。あっちから来るから応戦してあげないといけない。抑えないといけないからストレス解消にもならないよ。ただ働きでためにもならない。最悪だよね。ああ、面倒だよな。ブラッドがだるいってのもわかるぜ。あんたは？そっか。でももうすぐ会合をする必要もなくなる。そうしたらこうやって会合なんかに連れ出すこともなくなるぜ。会合していない時期に来るのはいいけど、でも会合中は他の組織のやつも多い。こんなこと長く続けたくないよ。お姉さんは弱いから心配。心配でピリピリしちゃうよ。お姉さんは強くないから心配。ああ、かといって屋敷に残しておくのも心配だしな。会合なんて続かなくていいぜ。とっとと終わらねえかな。大切にされているじゃないか。ガキどもにスーツ姿が地味って言われたんだけどよ。この格好そんなに地味か？もしそうならどうやったら地味じゃなくなるんだ？本当か？あんたがそう言うなら別に何かしなくても平気だよな。シャツの色をオレンジに変えたりとか、そんなことしなくてもさ。鼻歌なんか歌ってご機嫌だな。なんかいいことでもあったのか？本当に機嫌がいいんだな。何がそこまであんたを喜ばせたんだ？鼻歌なんか歌ってご機嫌だな。なんかいいことでもあったのか？本当に機嫌がいいんだな。何がそこまであんたを喜ばせたんだ？ちょっと焼けるぜ。あんたといるとなんか妙な感じになる。安心するっていうか、とにかくホワってなるんだ。でもホワッとなりすぎてすげえ眠くなったりするんだよな。せっかくあんたと一緒にいるのに。忘れ物とかねえか？そろそろ行かないと会合に遅れちまう。もし何かあるんなら今から取りに戻っても間に合うぜ。おいおいおい、
俺はここにいるだろ。そもそも俺を忘れるってどういう状況だよ。他のものは忘れてくれたって構わねえけど、俺のことは忘れんなよ。あんたに忘れられるなんて寂しすぎるだろ。俺、あんたのこと好きだぜ。すげえ好きだ。本当だぜ。人参料理よりも大好きだ。時々無性にあんたを抱きしめたくなる時があるんだよ。っていうか、今がまさにそうなんだけどよ。抱きしめてもいいか。じゃあ遠慮なく。柔らかくて心地いいよな。女ってみんなこうなのか。それともあんただけが特別なのか。多分そうなんだろうな。あんたいつからそこにいたんだよ。ああ、いや、そのちょうどあんたのことを考えてる時に会ったからよ。すげえ驚いたっつうか、嬉しかったっつうか。あんたといるとなんか妙な感じになる。安心するっていうか、とにかくほわってなるんだ。でもほわっとなりすぎてすげえ眠くなったりするんだよな。せっかくあんたと一緒にいるのに、なんかもったいね。
こっちだよ。逃げ出すのならこっちを見てもドアを開けて俺、あんたが好きなんだ。だから。だからだな。俺はあんたのことをすっげえ好きだからって同じこと言ってるな。とにかくすっげえ好きなんだ。それでさ、あんたも俺のことを嫌いじゃないんだろ。嫌いじゃないよな。だったら俺の女になって。
痛くはねえけど。他に？わかった。考える。鼻歌なんか歌ってご機嫌だな。なんかいいことでもあったのか。本当に機嫌がいいんだな。何がそこまであんたを喜ばせたんだ。ちょっとやけて。なんか眠いぜ。最近あんまり寝てなかったせいか。でもせっかくあんたと一緒なんだから寝ちまうなんてもったいないし、あんたと一緒に寝るのも好きだけど最近そればっかりな気がするんだよな。嫌ってわけじゃねえけど、それだけってのもつまんねえだろ。ああ、でもあんたは寝てくれて構わないぜ。俺はあんたの寝顔を堪能させてもらうからさ。あんたの寝顔見るの好きなんだ。あんた緊張してんのか。そりゃわかるぜ。そんなこわばった顔で体固まらせてたらすぐにわかる。ああ、この前この辺りで狙われたからな。悪い、俺のせいであんたを怖がらせちまって。安心しろよ、何があっても俺があんたを守ってやるからさ。だから絶対俺のそばから離れんな。そばにいなかったら守れるものも守れねえだろ。あんたさ、本当は嫌なんじゃねえのか。そんなひどいこと言ってねえだろ。そんなに何かまずいこと言ったか。俺の女になってくれないかって頼んだだけだ。それがそんなに気に障ったのか。なんで泣くんだよ。泣きたいのは俺の方だぜ。なんであんたが。でも
わかった、わかったから。もう言わねえよ。ああ、言わねえ。俺の女になってくれだなんて言わないから。マフィアの女なんて、俺の女なんて嫌だってのはよくわかったから。わかってたよ。俺はあんたみたいに賢くはないが、断られるってことくらい分かってた。怒るなよ。いや、怒っていいから。泣くな。ごめんな、俺が悪かったよ。もう言わない。俺のになれなんて言わねえから。それはする。ああ、思ってる。何をしてもいいと思ってるぜ。何をしたって欲しいんだ。だけどあんたは俺のものになってくれない。なってくれないだろう。全部じゃなくていい。一部だって。あんたは俺のものだ。だから何をしたっていい。あんたは俺のだ。俺のじゃなくても俺のなんだ。そうだ、俺のじゃなくても他のやつにはやらないからな。あんた、いつからそこにいたんだよ。ああ、いや、その、ちょうどあんたのことを考えてる時に会ったからよ。すげえ驚いたっつうか、嬉しかったっつうか。鼻歌なんか歌ってご機嫌だな。なんかいいことでもあったのか。本当に機嫌がいいんだな。何がそこまであんたを喜ばせたんだ。ちょっと焼けるぜ。もうすぐ会合の時期も終わるな。まあ、会合は不安定な時期に行うもの。引っ越しから時間が経てば安定するから話し合う必要もなくなる。
安定といってもこの世界は全て狂っているがな。元に戻るだけだ。いつもと変わりない時間に戻る。いつも通りだ。常に変わらぬ場所で回り続ける。くだらない時間に戻る。くだらないが、君がいてくれれば退屈せずに済みそうだ。